はい、なんかフレインイールスタリオ、名前がめちゃくちゃ覚えにくいって言われるので、今日から毎朝毎晩鏡の前でフレインイールスタリオと30回唱えて覚えるようにしてください。ってどんな意味なの？ないしょ。私が死ぬ時に教えてあげる。あなた、人弁士に。ゆゆ、観光つたりを今されながらいいって何の略なんでしょうか？それは君の心にあります、答えは。初見です。フレイさんの名前の間にあるいいって何の略ですか？私これ、デビューしてから一番聞かれてるかもしれない質問で。特に理由ないです。すいません。期待外れて。フレインイールスタリオの E が何の意味なのか気になりすぎて夜しか寝れない。夜しか寝れないなら言わなくてもいいか。夜寝れてるならいいか。みんなが不眠症になっちゃったら言うわ。いや別に特に理由ないんだけどね。なんかデビュー日と、なんか、江頭さんのデビュー日が被ってて、フレインイールスタリオの E はエガちゃんの E なんじゃないかって言われてたのが一番面白かったな。絶対そんなわけないのに。同じ芸人だもんな。なんだと思われてんだマジで私。